と、ニッカチャンネルのマッスルです。マッスルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、建築、新築、リフォームにまつわることをですね、ちょっとお話ししていこうと思います。はい。今日のテーマは何でしょうか？こちらです。階段話でございます。怖いやつですか？こっちの方でーす。ありがとうございます。ノーカットでいきますからね。はい。はい。階段の話。階段の話。はい。階段っていろんなかけ方があるじゃん。はい。それこそ、外にかかってるお家だったら。ああ、ありますね。ね。はい、ドラえもんのお家は、廊下の途中にあるし。はい。かけ方っていろいろあって、現代で言うと、リビングにあったりとかね。うん。いろんなかけ方あるじゃないですか。そうですね。はい。いろんな、その皆さんがどんなのが好き、憧れてる、あるいは今こういう状態で住んでて、こんな不便があるとかさ。ぜひ、コメント欄でも、うちはこんな階段で、うん、ちょっとこんなこと不便に感じてますとかね、はい、そういうコメントもいただけると嬉しいかなと思います。ぜひ参考にしたいと思います。はい、ではまず階段の場所からいきましょうか。場所行こうか。はい、さっきね、外、外部階段っていうのもありますけど、うん、ね、1階が店舗でとかだったらそういうのもあるかなと思うんですけど、あとは2世帯ね、うん、2世帯住宅の場合は外部階段ありますよね。あるよね、はい、プライバシーのっていうことでね、はい、まあ家の中に階段があることが多いかなとは思いますけど、ね、まあ一般的なのは廊下じゃん。そうですね、はい、玄関入って、はい、廊下がある、はい、この概念が最も一般的だよね、はい、って考えて、まあ、廊下に階段がついてるっていうのがセットでね、はい、多いと思う、ね、一方で、まあ、リビングとかにこう階段がある家とかもあるんですけど、うん、それぞれのこうメリットデメリットってどんなものがあるんですかね、うん、まあよく言われるのはやっぱりリビング階段なのね、うち。ああ、そうですよね、うん。はい。エアコンが効かないとかさ。はいはいはい。そういうのはよく言われますよ。プラス、はい、面積がその分削られるじゃんね。吹き抜けみたいな状態で使ってるのね。ああ、なるほど。うん、はい、ね。だから、まあそうすると面積が取られちゃうんで。はい。だから開放感はありますよね、あそこ。開放感はめっちゃある。リビングのこう、天井高くて。光も入るし、はい、メリットとしては、やっぱり家族の交流は嫌でも増えるからね。そうですね。その、リビングを通らないと2階の部屋に行けないということですね。うん、で交流が自然と生まれると。そう。ただじゃあこれ思春期になった時にどうかっていうことですね。もう今から心配してるんですよ。なんでかっていうと、はい、まだうち子供ちっちゃいんで、はい、なんていうのかな、なぜこう思ったかというと、はい、俺が夜遅くに帰って、はい、DVD とかをリビングで見るんですよ、はいはい、これ別にいかがわしい DVD でも何でもなくって普通の DVD あるいはテレビでもいいや、はい、音が割と聞こえてんだよね。なるほど。そう、起きてきちゃったりするの。ああ、はいはい。だから夜アクションものなんて無理だ。急に音大きくなったりしますよね。そうなんだって。だからこうなんかヘッドホンとかこういうのとかでもいいんだけど、はい、それさ、なんかこうやってさ、こうやって見たいじゃん、うん、はい、そうですね。って考えると、はい、やっぱね、音が漏れてる。ああ、音問題確かにありますね。うん、それは一個あったかな。はい。うん、あとは、逆にメリットでいくと、うん、こう、間取りを計画したときに、まあ、さっき、その上が使えないっていうのがありましたけど、廊下がいらないじゃないですか。ああ、そうだね。その分は。廊下の分の、その縦つぼというか、うん、その分が減るっていうこと、うん、まあ、その分、居室とかに使えるっていう意味で言えば、有効に使えるっていう考え方もありますよね。なるほど、なるほど。まあ、一方で、はい、廊下はあるけど、リビング階段っていう家もあるじゃん。ああ、ありますね。ね。はい、ということは、やっぱ廊下っていうところに何かメリットがあるんだよね。あ、プライバシーだったり、はい、玄関開けて中は見えないっていう状態にしておくってこととか、はいはい、まあ、リビングダイニングからおトイレとか、水回りに行くときには、絶対扉を挟んで、廊下に出ないといけないよっていうふうに、はい、まあ、プライバシー考えられてる間取りも結構あるじゃん。やっぱこの、リビングの中に、トイレのドアがあるとか、うん、ちょっと嫌がる方多いですね。多いよね。うん、リビング階段を考えるときには、そういうことを計画しなきゃいけないっていうのは、まあ、どうしてもあるのかもしれないね。うん、なるほど。いや、まあ、どうなの？廊下のなんかメリットってあるのかな？廊下ってなんか、寒いイメージですよね。そう。ただ寒いみたいなイメージはあるし、はい、逆言うと、でも、さっきまっすぐ言ったけど、まっすぐばかりじゃないじゃん。ああ、はい。ドラえもん、まあ、のび太くんちなんだけど、ドラえもんのうちではなくて、のび太くんちなんだけど、ま、はい、っすぐ階段。
じゃね、はい、じゃなくて回るのもあるし、はいはい、こう L の字になったり、はい、もう一回こうなるのもあるじゃん、うんうん、はい、ありますね。ああいうのだとそのスペースはまあ、はい、ギュッと縮められるし、はい、だいたい階段の下が収納になってたり、そうですね、トイレになってたり、はいはいはい、そういう使い方もできるよね。はい、和井さんの今の家は、L 字型なんですかね、まっすぐ。まっすぐなんだけど、一段目だけこう入って、はい、こう上がってる感じだよね、はいはい。で、あれですね、リビングの中にそれがあって、うん、その階段の下が収納になってるんですね。収納になってる。引き出しとかになってるんですよ。いや、もう全部オープン。はい、あ、オープンか。オープンになってる。うん、ね、はい。そういう、まあ、階段下を有効にね、収納に使えたりとかしますし、うん、まあ、そうじゃなくて、廊下にある階段であっても、まあ、収納にできたりしますけども、こう、まあ、まっすぐの階段だと、まあ、子供が小さかったりすると、うん、ね、あの、2階で寝てた子供が、こう、目を覚まして、起きてきて、落ちた時に、下まで落ちちゃうみたいな、うん、ね、そういう心配。いや、たまにね、のび太くんドラえもんがその下まで落ちてるようなシーンもあったりしますけど、ありますね。ちっちゃい子供だと心配じゃないですか。もう俺も落ちたことあるし、うちの子供も落ちてる。うん、それがまあね、この字型みたいな形だと、仮に落ちても、まあ、半分で済むみたいなね。あれを器用に、あってなったら、逆に持ってるみたいな。そうですね、わざとやろうただこう引っ越しとかなんか大きい荷物とかね、ベッドとかが逆に入らないんじゃないかとか。そうだよね、はい、ピアノとかのすっげえ苦労するじゃん。もうピアノは無理じゃないですか、ね、もう無理だよねピアノのね専門の方にやってもらわないと、もうレッカーで2階のベランダから入れるとか、ね、そんな感じになっちゃうんですね。なメリットってあるのかな、外っていうかその廊下の階段って。まあそのさっき言ったように、まあ、廊下を作ったり廊下に階段を作ったりすることで、まあそこに付随して、うん、まあ洗面所だったりトイレだったりそういう水回りを持っていくことによって、リビングとそういう水回りを、ね、分けるとか、そのリビングに階段でこうデメリットされたそのまあ音とかその人の動線をこう分けるっていうところでいけば、うん、まあ、そういうメリットは逆にあるのかもしれないですね。そういうことか。で、まあ、そのやっぱりその、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、気密性断熱性が高ければいいんですけど、うんうん、その気密性断熱性が高くない家でリビング階段をやっちゃうとね、あったかい空気が全部上に行っちゃってっていうのも問題もあるので、まあ、そういう意味ではこう廊下とかね、廊下階段っていうのは、うん、まあ必要な部分もあるって感じですね。ある意味じゃあ空調と、はい、結構こう被る部分があるね。そうですよ ね、密接な関係にあるね。前回の動画でね、空調の話もちょっとしましたので、ぜひそちらの動画を見ていただきたいと思います。皆さんはどう感じてるんだろうな。ぜひあのリビング階段、リビングの中に階段があって、はい、こんな、なんか大変な思いをした、はい、あるいはめっちゃこういうのが良かった、うん、その逆に廊下の階段の方が、こうしたい、ああしたい、これが良かったとかね、そんな話聞けると多分皆さんも聞きたいと思うんで。あとあれじゃないですか、角度とか。ああ、おばあちゃん家とかもうすごい角度の家とかありますよね。ある。こうやって登ってないと、昔の家は本当そうだよね。手ついていかないと登れないみたいな。あるありましたね。あれは何ですかね、敷地の問題なんですかね。なんだろうな、はしごだと思ったんかな。はしごの概念だったらすげえ優しいはしご。そうですね、はしごにしては登りやすいみたいな。登りやすい。でも本当冗談抜きではしごみたいな時あるじゃん。ありましたね、ありました、うん、小学校の友達の家とかなんかたまにありましたね、うん、そういう家、はい、やっぱり昭和生まれですとそういうね、うん、お家もやっぱありますから、ね、適正な角度っていうかあるんですよね。もう今は建築基準法でちゃんと定められてますからね。階段は構成っていうのはね、うん、まあ、だからあれが欲しいって言ったってちょっと作れないですね、うんうん、だから大体13段とかなんですかね、あれって。まあ14とかが多いんじゃないかな。13階段っていう言葉ありますもんね。まああんま縁起が良くないって言われてますからね。だから14階段なんですね、うん、はい。まあ1個あたりの踏む高さもね、はい、やっぱり200とか180とか、はい、それぐらいの高さに設定すると、はい、まあ大体3メーターぐらいのね、はい、ワンフロアに対してそれぐらいになる。まあ Y 段すると、まあ、13とか14になるんですよね。なるほど。いや、ぜひ階段の話にコメントいただきたいですね、はい、ぜひ聞いてみたい。コメント欄になんかすごい怖い話が載ってるかもしれない。コメント稲川淳二さんより。
まあそうなったらそうなったで、はい、夏に怪談話しましょう。今11月ですけどね、はい、夏に改めてやりましょう。そうしましょう、はい、よし。じゃあ、ハゼさん、じゃあおすすめの怪談とは。まあ、僕は言っても、はい、やっぱりリビング怪談ですよ。なるほど、はい、開放感が違う。そして1階のこれのダイニングの上が、まあ、吹き抜けっていうか階段みたいになってるんだけど、はい、明るいんだ。あ、ね、DVD の音は漏れるけども上で遊んでる子どもの声が つながってる感じがある。なるほど。逆に、うん、その子供が上でなんか転んで泣いたとかっていうのも聞こえるすぐ分かる。そういう意味ではめちゃめちゃいいなと、はい、家族仲良くなる間取りかなと思いますね。なるほど、はい。それではまた、じゃあ次のテーマね、行こうと思いますので、はい、ぜひ次のテーマのこんなテーマで話してほしいっていうのもコメントでいただければと思います。それではまた。